が上昇中断さらには前代と車を進めていきます前受け3番福田はさ踏み込んでいますもがき合いとなったかここで前を押さえた1番の栗田この動きに5番の板橋懸命の追走で3番手合流3番の福田新平車を下げていくのかどうか3番手打ちとなっています1番栗田先頭後方警戒波を作っていきます 金が入って1番、栗田先頭さあ3番、福田は中部3番手をさばきましたここは渋谷に1の取り合い3番手を奪っています直線コース最終周回さあ後方にいた6番後藤が短気が増し放っています前段接近1番栗田に襲いかかるさあ一気に捉らえました6番後藤行きの一発たたかれ1番の栗田は2番手あとは3番福田新平自力をまくり上げていきます 2センター6番後藤由紀一発決めたのか4コーナーか直線6番後藤先頭1番のクイダ2番手6番後藤してやったり6番1番には前代と車を進めていきます外から抑えていく6番吉川1番日浦車を下げました4番手 後方ギャて2番、篠原、上昇中段、外並走となっていますさらに下げた1番の日浦ーー一塁6番手赤番残り2周6番の吉川先頭下げ切って1番の日浦ーーが上昇さあ一気に踏み込んでいきます6番の吉川が先行体制入るか1番の日浦は結果的に中段4番手となりそう金が入りました6番、吉川が先行体制中段4番手1番ヒューラー、日浦人気の2番、篠原じっくり後方6番手 直線コース最終周回6番、吉川飛ばすマーク3番、若から5番、立ちますチュームライン先頭にまで3番手、高川2番の篠原がスパートバックスウッチに入ります飛ばす6番、吉川番手3番、の若から幕井2番の篠原2番、篠原がまくりとらえていくのか4コーナーから直線構成と向かいます2番の篠原、わずかに先頭外から7番の鈴木7番、鈴木信之最後とらえました7番、2番。 2分線どのありで仕掛けていくのか全段の予想を伺っていきます最高短期4番中川の動きも注目が集まるところ前で待つ2番の藤井は後方警戒していきます4番手からさあ踏み込んだ7番谷和也ホームはカバン残りに周で前を叩いていきましたここに短期4番中川乗っていき4番手2番藤井は5番手前後対策か変っていますさあ大阪取り用7番の谷和也ここは主導権取って逃げていきます 金が入って3日間の先行勝負7番、谷和の赤番先行短期4番、中川4番手2番、藤井は5番手となっていますホーム一本棒最終周回目治明け7番、谷マーク1番、金田3番、片山大阪、鳥を先頭にまで3番手短期4番、中川4番手でバックスエ四4番、中川がアタックさあ、2番の藤井も巻き上げていきます3コーナー浮かぶ7番、谷先頭さあコースをつくか2番の藤井4コーナーから直線7番、谷先頭番手から1番の金田追い込む2番の藤井純也 2番の藤井が抜け出した。ユーロとの車間をけた3番中川俊しがここは突っ張りました。すかさず2番の小坂井浩二は体勢立て直して元の位置6番手。ホームに戻って左手赤番の小井二周。 突っ張った3番中川俊馬さんがペースをスローに落としています。短金者中段変わらず1番の王座の4番手ですが、この位置4番、中田健太も主張してさあ、うちに進路を取ったゲリラ戦4番、中田健太番手主張しました。 いって3番、中川俊正先頭さあ番手奪うか4番、中田健太今度は6番、篠塚浩一が主張していきます前段も据れて2番、小坂井浩二がスパート直線コース最終周回3番、中川俊正の先頭2番手、釈迦がいたところに収まるか2番の小坂井浩二2コーナーからバックすかさず前を捕まえに行く2番の小坂井浩二追走7番の原信二3コーナー、カブまっくり取られました2番、小坂井浩二乗って7番原信二4コーナーから直線コースマッチレース2番、小坂井浩二先頭追っていく7番原信二、原慎二番、小坂井浩二を振り切って二番,番、七番 三着三番中川俊正。二番笠松翔太が上昇中断。さらには前代の車を進めていきます。外から抑えた二番笠松翔太。これに七番の田中将司が乗っていき、四番手。 前置き四番石口啓太車を下げました六番手前後手すり替わっています。左手赤番残り二周二番笠松翔太先頭後方警戒。さあやや踏み込んでペース上げました。中段四番手七番田中正志。四番石口啓太は六番手さあ外上がっていくか。金が入ってさあ先行対戦二番笠松翔太は一気にジャンガマシ四番石口啓太現在三番手。 さあ2番手へと車を進めていきます直線コース最終周回2番笠松翔太の先行番手牽制は6番の近藤基親4番、石口圭太は交代バックスレッチ2番笠松翔太、主導検査自力にチェンジ3番、和下良美3番手値となっています飛ばす2番笠松翔太番手絶好流れ6番今近藤基親で最後の直線2番笠松翔太先頭を追い込む6番の今近藤基親2番笠松翔太逃げ切った2番6番 一方一番つゆやは後方六番手外ゆっくり上がっていきます一番つゆやが上昇中段さらには前代と車を進めていきます前を押さえていく一番つゆやこれに四番横山久典に乗っていき三番手外から踏み込むか四番横山久典ホーム赤板残り一周で前を抑えました四番横山久典先頭下げて一番つゆやは三番手 番番横関勇気は後方5番で前後で連れ替わっていますさあ先頭取り返しにいく6番横関ゆき一気の発進金が入ってさあ前を叩きにいく6番横関ゆき打ち抵抗を見せる4番横山の則ここは6番の横関ゆきがねじ伏せていきました最終周回主導権の六6番横関ゆきマーク5番柴崎み光2番西村幸太チーライン先頭両手3番手1番土谷は4番手バックから3コーナー 飛ばす6番横関ゆき番手絶好は5番の柴崎敏光4コーナーから直線コース縦に踏む5番の柴崎敏光コースを突いて7番の三谷誠二、7番三谷誠二、最後は迫ってゴールイン狙っていきたいところを全体を伺っていきます 前で待つ6番の本田純平は後方警戒ラインは2車さあ厚みを生かしたい7番長尾健太はまだ3番手ホームに戻って左手赤番残り2周動きがありませんユーロとの車間をやや開けた6番の本田純平さあ最高短期4番の西谷隆文切り替えましたラインの切れ目狙っていくのかこのタイミングで踏み込むか7番長尾健太それでも3番手変わりませんでした 金が入って、さあ6番、恩田淳平、ここはいかんとばかりに踏み込む、外7番、長尾健太がさあかましていくが、後ろ3番、小島圭司、連係できませんでした、1人上がって7番、長尾健太、最終周回。 さあもがき合い続いていますが7番、長尾健太で切ったところバン収まった6番の恩田淳平さあ3番、小島慶二は自力を出していきます3番手が2番、江連れ和弘も追い上げていく3コーナーかぶ7番、長尾健太先頭4コーナーから直線7番、長尾健太先頭追い込むか6番純、恩田淳平6番、恩田淳平最後とらえました。 プレッシャーをかけていきますさあこれに合わせて踏み込んだ7番の吉野を突っ張りました後方1さあ3番の富永6番富安愛知勢シビアに切り替えました5番松崎6番手で赤番残り2周7番吉野先頭ここはペースをスローに落としています愛知両者切り替えあって5番の松崎6番手レース出しを迎えます 金が入って先行1射と目される7番、吉田正樹まだ後方警戒していきますさあ踏み込んでいきました5番の松崎は6番手巻き返しなるか最終周回ホーム一本棒7番、吉田を飛ばすマーク4番の中の2番、藤井近畿ライン先頭にまで3番手 3番の富永が4番手5番の松崎、全6番手3コーナーをカーブ7番、吉野先頭番手は4番の中野4コーナーから直線7番、吉野先頭番手から4番中野4番、中野明人かわして合輪2着7番、3番、5番、接戦 きに蓋をする動きか前置け3番山田久紀中段並走内4番高橋月外は2番吉田茂樹3番手、栄走最強勢内に閉じ込められた格好となっています優造の車間を空けて3番山田久紀後方警戒ホーム赤か残り2周で前を抑えて2番吉田茂樹さあ眉け3番山田久紀は下げて3番手後方嫌って4番高橋剣樹上昇中さあ外かましていくか 前で抵抗2番の吉田茂樹、金が入っても気合いち抵抗2番、吉田茂樹、遅いからは4番、高橋岐月この後7番、坂口光介がさばいています直線コース最終周回さあ2番、吉田茂樹の突っ張り先行さあ、自力が出た3番山梨、山田久い一気の逆襲これを7番、坂口光介がさ張っていく。 幕地大混戦まくった3番山田久典7番の坂口浩介2番手です4コーナーから直線コース3番山田久典先頭追っていくのは7番坂口浩介3番山田久典が V ゴール3番、7番。